さあ始まりましたおならチャンネルでございます。さあ今日はですねさよちゃんを使ってとあることを検証していきたいと思います。今日は題して、大人の鉄板で子供は笑うのか。相当テンション高い、嬉しいと、もうはっきりと言葉で出して言っていただきました。おならチャンネル大好きなさよちゃん、これね僕の芸で、お尻からね、おなら出して、その力で吹き矢を飛ばして風船を割るという芸がありますね。ね、これはもう私のお家芸。これが風船の前で矢がちょろっと落ちた時、大人はもう大爆笑 100% 笑うんですよ。これはもうデータ取れております。でもね、今後やっぱりもうどん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 活躍の場を広げるという時に、子供も 100% 笑わせていかないと全然ダメですから、この大人の鉄板で、はい、持ってきて、子供が笑うのかというところをね、今からこの場で検証していきますよ。よし、じゃあさよちゃん今のところ笑ってますけどね、さあどうなるのか。これがさよちゃん今からパパこれをねプンってやって、これパンって割るから、風船割るから、やってみようか。よし、ママに持ってもらおうか。よし、見ててよ。さよちゃんこっち、さよちゃんじゃあもっと後ろで見てようか。よし、パパやるからな。さよちゃんここだけだよ。ダメ、そこだと映んない、あの後頭部映っちゃうことになっちゃうから、さよちゃんのここに来てください。ママもうちょっとこっちか、うん、この辺で持とうか、うん、あ、こうでいいよ、こうで、うん、さあどうなるか見ててくれよ。さあやるよパパ。これで矢がパンと当たったら風船バーンと割れるからね。いいよ、そこでもいいよ、怖いからね、危ないからね。お、いいじゃん、そこで見ててよ。よし、いくよ。はい、吸い込んでますよ。 OK、 いくぞ。ママも怖いでしょ、持ってんの、うん、怖い。いくぞ、さよちゃん見ててよ。怖い。5、4から言って、5、4の、じゃあ合図お願いします。さよちゃんいくよ、せーの、5、4、3、2、